どうも斉藤慎一でございます。皆さんはまあね、かなり読書家が多いと思うんです。僕のこのチャンネルを見ている方は、ですけれども、その死ぬまでの読書計画っていうのは立ててますかってことなんですよ。そんなもん立ててねえわっていうのが当たり前で、まあ僕ももちろん立ててはないんですけれども、死ぬまでに絶対この本は読んどきたいなって思う本はないですか？まあ。すでに読んでる作品は大丈夫、大丈夫っていうのはおかしいですけど、まあまあね、いいんですけれども、未読だけども、なんとかこれは死ぬまでには読んどかないとなって思うようなものっていうのを、今日はね、いくつか紹介したいと思うんですけれども、まあ皆さんもあると思います。死ぬ前に、これだけは読んで死にたいなというふうに思う作品ですね。もしありましたら皆さんね、またコメント欄に書いていただきたいんですけれども、まあ僕はまあこれは代表格かもわからないんですけれども、やっぱり失われた時を求めてですね、プルーストこれを読みたいですね。すごく時間がかかるらしいです。まあ長いですから、もう本当にすべてある程度の今読みたいと思っている本大概短いですよ。その失われた時を求めてに比べたら、なのでとりあえずそれを読んでから読んでからって後回しにしてたら死にますよってことなんです。そうでしょ、気づいたらば80とかなってますよ。あ、やばいってなりますよと。もう後がない、失われた時をまさに今求めているみたいな、うまいこと言ったっていう、うまいことを言わなくてもいいんですけども、まあ失われた時を求めてはいつか読まないとなというふうに思ってはいるんですけれども、ちなみに爆笑問題の太田さんはね、もうすでに読まれているんですけれども、あの忙しいスケジュールの中、半年かけてって言いましたかね、1年かけてって言いました、それぐらいの期間で読んだらしいです。全く面白くなかったとでそんなことはないんですよ。それはあの人の全く面白くなかったら読み続けられるわけがないんでね。それを真に受けてらっしゃる方たまにいらっしゃいますけど、芸人の言うことを真に受けるなって大体思うんですけど、失われた時を求めてはね、ちょっと読んでみたいなと、いうふうに思っております。はい。とですね、死ぬ前に読んでおきたいもの、僕はねまだ未読なんです。カラマーゾフの兄弟でございます。はい。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟は非常に長いですよね。まあ新潮文庫で上下巻とかですか、あ、上中下巻ですかとかですよね、確かね。で他のとこやったらもう5巻ぐらいまでなってるとかいうとこもありましたけども、あの人、金原ひとみさんが読んだ時にその上中下のやつやったと思うんですけども、上と中の半ばぐらいまで全く面白くなくて、どついたろうかなと、ドストエフスキーをって思うぐらい全然思んなかったけど、後半嘘みたいにおもろなったみたいに言ってて、逆に気になるなと思って、もう苦痛で仕方なかったと前半は。でもそれが一気に変わるというふうにね言われてるんで、それも読んでみたいなというふうに思いますし、あとトルストイのですね、戦争と平和、これもね、結構隠れてますけども、実は長いですよね、非常に。なのでこれも全部ボンと読んでみたいなというふうには思うんですよね。ところどころというのは実は僕は読んだことあるんですけども、まとめてボンって読んだことはないんで、ちょっとこれもね、しっかり読んでみたいなというふうに思います。あと村上春樹さんの長編ですよね、長編ですよ。短いお話は読んだことありますけども、騎士団長殺しとか、ああいうちょっと長いようなね、お話っていうのをちょっとぜひ、一つは読んでみたいなというふうに思っております。はい。というわけで皆さんね、死ぬまでに読みたい一冊ございましたらぜひ、コメント欄の方に書いてくださいというわけで、今日は以上でございます。どうもありがとうございました。